ここからもいろんなことをやっていくんですが、ちょっとだけ不穏なことを言います、はい、三上しおりさん、そして徳井そらさんには一旦おはけいただきます。ちょっとなんでなんで今来たばっかりです。そうだよ、お見せできない、お見せできない、見せられないよ。一応気を使ったっぽいっす。あ、なんと、なんと、そうなんですよ。あ、いない、いない方がいい。ちょっと一旦あの三上さんと徳さんにははけて待っていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。でも、ね、拍手を。また後で。怖い。なんすか、なんだろう。さあ、というわけでございます、改めていきましょう、次の企画、はい、今のは夏歌という緩い縛りでしたが、今度は本格的に縛るこのコーナーです。聖夜チャレンジ来ましょう。はい、こちら夜遊びで行った伝説の企画をイベントでお届けしようっていう土台無茶な企画です。バカなの。一応女性は履けました。なるほどね、はい、なるほど、はい、ということでこのステージでこれだけのお客様の前で声優たちを縛り上げていきたいと思いますが、皆さん金爆賞は見たいか。イエーイ。どうして今日一番の声が出てる。はい、というわけで今回声優たちを縛り上げてくださるのはこちらの方だったです。おお、はい、というわけでございまして、ね、あの夜遊び御用達の金爆師、こんな言い方失礼すぎるよ、マジですごい人たちですから、マジですごい夜遊び御用達の金爆師、はじめきのこさん、そしてジーマさんです。イエイ、すげえ、お世話になります。お世話になります。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。ご存知ない方、なんとなくあのなんかちょっとエッチなイメージがあるかもしれないけど、もう芸術の域に達してらっしゃる方々ですかね。そうです、世界中のとってもね、ブランドのショーとかでも縛ってらっしゃいましたもんね。はい、もうそういうのを把握してます。なんで僕こんなに知ってるかって言ったら、僕もちょっと縛られたことがあるもんで。好きなんだ。人間だけじゃなくて、いろんなものが縛るんですよね。そう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 、建物とか ね、 ね、建物とか、建物も行っちゃったりとか、盆栽とか、はい、キノコさんは世界唯一のロープアーティスト、はい、人間はもちろんバイクや盆栽など縛れないものはないという、とにかくすごい方でございます。これまでもの作品ちょっと見てみましょう、こちらでございます。あ、作品、これまでの作品です。あのこれは、はじめきのこさん、これは作品と言っても大丈夫ですかね。まあ一応一応まあ一応、一応、まあ、ただあの一番左にあまりにも臨場感がありすぎるんですけど、あのすごいですね、ライティングが異常に凝ってますね。はい、でこのタスク君、切なそうだな。切なそう、そうですね、うん、でもなかなかなり、でもタスクの縛り方すごい大変そうですね。確かに、なんか一人だけなんか立ってますもんね。なんかグイッと上がってますからね、タスクの体感もいいですよね。もうちょっと下が見たかったですね、彼のタスク君の下が見たいですね。どういう感性ですか。ちょっと岩田さんだけ違う目線でこの作品を見ています。すいません。さあ、ここからは本格的でよりアーティスティックな金幕賞にチャレンジしていこうと思います。ということで、縛られる人、中村修吾さん、あ、僕が連れてきてください。連れてくる。ああ、よかったよかったよかった。よかったという。なんか安本さん、なんかね、気使って女性はけたみたいな言ってましたけどね。そうそう、なんかちょっとその辺にいる人でいいよ。うん、とりあえず今の振りはどういうことだ。皆さんお察しない方々、大体正解です。一応全員とは言わない。大体正解です。本当。ああ、来た。何言ってんの、女性はけてるのか言って。どういうこと。金田子さん、これに関しては私はあの本当に台本を読んだだけで、あのかわいそうにと思ってます。そうですよ、私女子トイレ入ってっから。ただただ世界的な方に緊迫されることってない。確かにそうですね、なんか今日は鶏肉の気分になればいいのかな。あと、そういうことですか。しかもなんか緊迫されることで整っていっぱい食えるかもしれない。マジでほどお願いします。あ、ちょっと俺じゃない、俺じゃない。お願いします。答えが欲しい。いっぱい食べなきゃいけないんで。素材としてはどうですか、この2人は。あ、素材としてはいいんじゃないかなと思います。先生笑っちゃった。とりあえず絞ってみて。絞ってみてですね、はい、だんだん合うようにやっていこうかなって。ちなみにあの金友さんもマラソンとかやってるから、あの身体能力が高いです、うん、で並川さんも運動神経がとてもいいので、はい、ちょっとやっとったらブレないです。運動神経がいい方がいいんですね、はい、体硬いすぎる人とかはちょっと。体は硬めですけど、ね、今日じゃあ硬めなりに。あ、硬めなりに、ありがとうございます。本当に彫刻の森美術館みたいな感じで、はい、お願いします。あの愛情を持ってやらせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。よかったら乗ってくれたぞ、よかったら。頑張ろう頑張ろう。はい、というわけでお二人にはこちらに縛り付けていただきます。ちょっとスタッフの方とはちょっと準備しましょう、うん、さあ出てきますよ。あ、うんこが立つの
かも言うの、静かにして世界的なアーティストって言っただろうんこ言うなお前、うん、いや、うんこリクトなんで、うん、なんかすごいの出てきた、すごい、すごい、なにこれマジ、あれ、わかりませんかこれ、皆さんのどの家庭にもある普通の釣り床ですよ。どういうこと、ないよ安本さん、これ誰の家庭にも、ね、岩田さん、これね、釣り床としてはだいぶなんかあの、はい、今ここでこしらえた感じですけど、どうなんですかね。これはなかなかにいいオブジェですね、うん、そこに2つの作品がこうなると、並ぶってことですかね、完成度が高くなると思いますね、はいはい、適当なこと言ってますよ。こちらの方に、ね、縛っていくんですが、これあのひろこさん、どういう塩梅で縛っていきますか。2人とも一気にいっちゃう感じですか。そうですね、こっち来ていただいて、あの僕と今まで、うん、あの2人して同じタイミングで縛っていきます、ね、なるほど。あ、それは何かもう技的なことなんですかね。いや、特にというわけではない、進行的に早いんで2人で縛った方が、うん、息はして平気ですか。息は、息はしないと死んでしまうからね、はい、あの身を委ねていただいて、身を委ねる、気をつけることないですか。あ、特に慌てなければ平気です。あの普通にしていただければ、うん、あ、それは大事ですね。ありますんで、暴れちゃダメです気をつけろ、じっとしてよ、じっとしてよ、一番苦手なのよ、じっとしてるのね、うん、そうですね、薄々棒で気づかれた、はい、はい、でもやるだけやっていきましょう、はい。さあ、というわけでございまして、はい、2人を揃ってこう、ね、縛るという連縛というものでございます、はい、連縛の方にチャレンジしていただきますが、波川さん、はい、今の意気込みは、ありがてぇどういう感情そうなんだ、どういう感情ですか。そうなんだ、なんか芸術になれるんですよ。そうや、芸術だよ素晴らしい、もしじゃピカソン超えられるかもしれない。そう、俺たち超えような、そうよ、いやでもね、今の意気込みは素敵ですよ。そうだね、芸術になれる、そうです、芸術、うん、そうだよ、ピカソンって呼んでも今後あなたがピカソンすいません、お願いします。話変わってくるけど、はい、さあ、というわけでございます。早速じゃあスタートの方お願いいたします。はい、はい、お願いします、お願いします、お願いします。よかったらさ、写真集出そうよ。なんかこれでね言いましたよね、はい、静かにしてください。ちょっとや柔らかさ見ますね、はい、そう、お、雰囲気も変わりましたよ。柔らかい、大丈夫ですか。肩はね、まあまあ柔らかいかも。まず、まずでも2人とも両手を後ろなんだね。はい、これね、あの、ただの浅縄じゃないんですよ。この浅縄もね、柔らかくしてロウ塗ったりとかいっぱい準備しなきゃいけないんですよ。で、何回もやっていくとね、やっぱ劣化していっちゃうんでね、新しいロープを作んなきゃいけないんですよね。すげえ、もうなんか、何の種類はなんかもう、わー、今日から鶏肉、あ、大事に食べます、私。何かさ、あっという間に縛られてますよ。いや、もう、うん、すごい、もう動けないよ。あ、動けない、動けない、あ、花江くんの頭が、あ、大丈夫です、何かさ、嬉しそうです。花江くんの頭が、花江くん嬉しそうです。いや、マジ、本当に、あなた、ちょっとおっぱい取りすぎじゃない私の、え、すごくない、あ、確かに、なんか締められて、お、すごい、開いた時いっぱい食べれそうな気がするわ、マジで。確かに確かに、うん、一回ギュッとするとね、うん、お、すごい、締めサバの気持ちが分かる。締めサバの気持ち、締めサバの締め方違うだろ、ね、お前、すか、お前すかってサバじゃないんすか、サバの方なんすか。いいですね、あの、どんだけ体玉がボケようが気にせずに丁寧にどんどん締まり上げていきます。いや、でも、なんか、うわ、すごいしっかり、すごいしっかり、相当固めですか。固め、固め、でも、でも痛いわけではない、全然痛くない、見えた、見えてる、ただ身動きが取れない、取れない、痛くないけど、金友、ちょっと嬉しそうじゃねえか、お前。いや、嬉しくないです、でも、いや、嬉しいです。芸術になれるんだよ、芸術になりたいわ、私、彫刻の森美術館目指してて。そうだよね、になれる、頑張ってな。お、すごい、これに関して俺も台本見て、あ、マジか、金友なんだと思って、あの、なんか大丈夫かなと思ったけど、芸術になれるから、なれるならいいです、頑張ろう、頑張ろう。あ、赤い色で照らしてほしいぐらい、赤い色で照らす、あ、後で頑張れ、あの、それは、あの、頑張ります、後で。え、僕たちがセットになってみんなが前で夏歌歌ってくれるとかじゃないんですか。仮にそれでよければそうするんですけど、本当にいいんですか。みんな気になっちゃうかもしれない、どこ見ていいか。ただの生贄じゃねえか、お前、うん、うわ、すごい、もうダメだ、後ろ振り返ったらとんでもない花火が上がってることになるじゃん。早いっすね、すごいね、うん、痛くはないんだ、でもめっちゃ動けない、ほんとにもうダメだ、これ痛くはないんだね、全然痛くないっす。見えますか、大丈夫ですか、よく見てやってください。だってあれだよ、ね、今日だけの波川さんの金友ですよ、皆さんよく見てください。いや、金友さん後ろすごいよ、すごいよ、めっちゃ縛られてる。カメラさん後ろも回ってください、かっこいい、後ろかっこいいんだよ、うわー、すごい、お前が回ってどうすんだよ。ちょっと見せます。すごくない？やばくない？なんでそんな美味しそう、安く回るんだ。